ボンジョルノー、あちゃんです。今日はね、7月の29日月曜日、朝8時44分、はい。ヒカルンのね、バースデーです。でね、7月29日って今年でね、19歳19年目のバースデー。ミキちゃんもね、ミキちゃんが光るを産んでくれて19年、ね、なんやかんや言って、ミキちゃんは光るのことを心配もしてるし、何してるやろなと思うんやけどもね。まあ、あっちゃんはミキちゃんにね、胸張っていい子、どんどんいいね、19歳、もう成人やけどね、まだ、成人、あっちゃんの中では成人は二十歳やと思ってんねんけどね、成人をね、一応まあ18歳成人になったから、去年成人を迎えて、ね、もう一回選挙も行ってきてでね、大人としての自覚を持ってもらってるのかなとは思ってるけども、どうやろうね、あっちゃんの子育てが良かったと思ってくれてるんでしょうか。ダメダメってね、私が行けなかったらダメだわって思ってるのか、ちょっと血圧を測る。154-80-61、ちょっとね、最近高いのよ。高い言うてもまあ150だけどね、ちょっとね、140-30まで劣ってんのね。ちょっとこう数日ね、まあ、多分暑いから血液がドロドロになってるんでしょう。ああ、目が痛い。まあね、その感じで、ミキちゃんに胸張って育ててできたよって言えるかどうかは別ですとして、でもまあ19歳頑張って育ててしてきたよってだけは言えると思うよ。よいしょと。いろいろあったしね、これからもいろいろあるかもわからんけどもね。でもね、社会の道を外すことだけはしてない。人がね、嫌がることをしない、一番大事なことなんや。人としてね、人の嫌がることをしない、これが一番大事なことであって、意外とできへんことだったりもするんだけど、もうね、人を嫌がることを平気でする人って世の中いっぱいおるね。別にね、善人になれとかね、なんていうの、人の模範になれとかって、そういう綺麗事はあっちゃいいわ。人間それぞれねあるからだけども、でも人の心に寄り添える人間に育ってほしいなって思って、だから人が嫌がることをしないっていうことだけは教えてきたつもりやねんけどね。まあね、世の中本当に何歳になってもどんなおかしな人もおるし、平気で人の嫌がることをする人もおるし、の中でね、まあそこだけはみきちゃんに胸張って言えるかな。もちろんね、人としてまだ未熟やしね、いろんなこともあるけども、
でも人に対して他人に対して、私はもちろん、家族であるあーちゃんに対してわがままも言うよ。でも、本当に他人とかに嫌なことをしないっていうところだけはちゃんとしてくれてるのかなって思ったりですね。まあ何はともあれね、19歳おめでとうって感じ。でみきちゃんが産んでくれてもう19年、でみきちゃんが病気に、ヒカがね3歳ぐらいの時に病気になった。3歳、2歳半、3歳ぐらいだよね。で5歳の時か、小学幼稚園の年長の時に亡くなった。それから10何年、あっちゃん一人で育ててきて、この育て方が良かったのかな、どうかなって考えて、ヒカルにとっていい育て方してないと思う。もちろん量もそうやけど、ね、子供にとってはいい親じゃなかったかもな。でもミキちゃんがその育て方、生き方がどう思ってくれてるかって分からへんし、これはあっちゃんが向こうの世界に行った時にミキちゃんにありがとう、お疲れ様って言ってくれもらえるのか、なんでちゃんと育ててくれへんだんって怒られるのか、それは分からへん。でもね、まあっちゃんにはわがままに思うの。いつまでもね、可愛い子供で、ふっと見せる表情がやっぱり子供やなって思う時もあるしね。いろんな人生と思うわ。まさかのお母さんが亡くなる、お父さんやと思ってた人がお母さんになる。で、まあ、覚えてるかどうかわからんけど、ヒカルが小さい頃はそこそこ稼いでたけども、ド貧乏の真っ只中に落ちる、いろんなことできることができなくなる、引っ越しする、いろんなことあったけど、それも人生やし、ね、あっちゃんの人生でもあるし、ヒカルの人生でもあるから、いろんな人生味わって、もちろん亮もそう、あっちゃんもそう、ヒカルもそう、そして今一緒にいてるアコもそう、みんなそう、自分の人生をが変わる出来事が起こったりする。もちろん視聴者さんみんなもそう、人生っていつ何が起こるかわからない、だから楽しいっちゃ楽しいんだけど、その人生が良かったのか良くなかったのか、楽しかったのか楽しくなかったのか、その時は必死に生きてるかわからへんだけど、死ぬ時にわかるとあちゃんは思ってね。だから死ぬ瞬間に今回の人生楽しかったなって言えるか言えへんかいと思うんだよね。だからあちゃんは今は分からへん。これってね、バブル1980年後半から90年にかけて日本にはバブル景気っていうのがあってね、今から思い起こすとバブルで浮かれ飛んで楽しかった、景気が良かったって言うけど、バブルの末端なんか本当に今バブルで景気いいなって気づかへんだらしい。後で終わってから今回バブルすごかったよねみたいな、うん、だったよね。それと一緒で人生もバブル、人生も甘物なのよ。だからいつか消えてなくなる夢、そう、人生って、人間っていうのはね、何歳まで生きるかわからへん。いや、絶対死ぬね、絶対に人間死ぬから、
この時に答えが出るんちゃうかなって、死んだ時にこの人生良かったな、この人生ろくでもなかったなって分かるんちゃうかな。だから本当に苦しい生活ね、経済的にも 体調的にも、もちろん病気になったりお金がなかったりで、いろんなことがあって迫害されたりするけど、亡くなる瞬間にどれぐらいこの人生で自分を演じたというのか、自分を生きたか、他人に振り回されたかで自分の人生の価値って決まるんちゃうかな。だから死ぬ瞬間によかったなっていう、もちろん誰も死にたいなんて思う人もらえるしね、寝てね、もっともっと生きたいって思う気持ちは絶対あると思うんだけどね、その中で死ぬ瞬間にこの人生楽しかったなって言えるかどうかちゃうかなって思う。だからね、この子育ては正しかったのか正しくなかったのか、そんなもん今論じるところじゃなく、今を全力で生きるってことやと思う。だって明日の朝があるかないかなんて分からへん、あっちゃんだっていつまで生きてるか分からへんし、いつ死ぬかなんて分からへん。やったら今を全力で生きる、今を全力で生きてるの繰り返しで、今日も全力で生きる、今も全力で生きる、明日も明後日もじゃない、今、昨日一昨日こんなことがあったじゃない、今、だから去年、昨日、去年、一昨年、10年前何が起こったかじゃなく、今現代どんなことが起こっている、その現代何が起こっててそれをどう立ち回るのかっていうのが人生だ。だから未来、過去なんて変えようがないから、過去は過去で通り過ぎてきた道であって、それを二度と起こさない、嫌なことは二度と起こさない、そして良かったことはもっといいことに変える。で、未来はこれから作り上げていくものであって、不安なんて感じるんじゃなく、今現代を生きてたら未来で自然といい道を作っていける。だってね、未来に向かっていい道を作ってたらいい道はできるけども、未来に向かって道も作らずぼーっとしたら草だらけの雑草が生えた荒れ地になってしまう。いかに整備を今していくかよね、将来に向けて計画立てるか、今きっちりきっちりきっちりしてたらできていく。じゃあ計画立てんでいいのかってそうじゃないねんけどね。だって人生っていうのは今を全力で生きてると、将来は自然と綺麗なお花畑な人生が始まるとあっちゃんは思ってる。だから今を全力で生きる、これが大事ちゃうかなと思う。だからって今あっちゃんどうなのかって言ったら、今日の体調すごくすこぶる悪いです、きりって、頭が痛い、体が痛い、そして動きだるい、いろんなことがあるけども、その頭が痛いだるい中でできることをやっていく、それが大事ちゃうかなと思うね。だからあっちゃんは今 YouTuber として生きてるけども、 YouTuber としてできることを一生懸命全力でやる、それをやってると、それの繰り返し、もう8年 YouTube やってるね。で、8年ってすごい長い期間、こんな YouTube カメラに向かってわーわー騒いで生きてる、でもそれ以外で何もしてない、あれそんなんで生きれるのかな、 YouTube で生きれるのかなって8年前のあっちゃんには想像もつかへんかった。でも今 YouTuber として、ね、あっちゃんねるっていうブランドやね、もう自分の中ではそう思うけど、あっちゃんねるブランドっていうのはもうこの世の中にはあるの。だからあっちゃんの知らない人があっちゃんがしてくれてる、ね、あっちゃんが YouTube をやってなかったら日本全国、世界の誰かがあっちゃんを目に触れない、そして毎日あっちゃんを見に来てくれるっていう一つのブランドとしてなってきた。でも毎日今を全力で生きてきたから8年かかってここに来るんです。それが10万人、100万人、1000万人であろうと、あっちゃんみたいに1万人そこそこであろうと、1000人であろうと、あっちゃんゲームズ裏チャンネルとか、キッチンチャンネル1000人ぐらいであろうと、その分野で見てもらえる。だからあっちゃんの知らない人の目に触れて、その人がリピートして見てくれる、そんなありがたいことが起こってる。それも毎日今を全力で生きたからやとあっちゃんは思ってる。だから今を全力で生きるって大事ちゃうかなって思う。
から、まあね、光も今日バースデーで、亮も、まあ、また数ヶ月後にバースデー、そうみんな、バースデーを迎えて日に日に一歩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 、進んでいっている中で、その一歩一歩進むものに将来に不安を持ったり、過去のことをいつまでも思って悔やんだりするよりも、今を全力で生きれば、過去は過去であって、それはこれから生きていく上において大事な教訓、それを嫌なことは二度と起こさない、良かったことはもっといいことを起こすためにそれをもっと膨らます。で、未来はまだ見ぬ未来に不安を持たずに全力で進んでいく、ただそれだけちゃうかなとあちゃんは思うよね。それができてへん人が人を叩いたり、それがしてきてへん人が人のことを妬んだりする。なんで自分の時間を生きてるのに他人のことそこまで気にして他人に傷つけたりするのかなって、悲しい人たちがこの世の中多いなっていうのは、やっぱりこの世の中自分に一生懸命目を向けてないから、他人軸で生きてるからちゃうかなって思う。だから自分軸で生きてる人っていうのはそんなに他人に干渉しないんちゃうかなって思うんだよね。いろいろあっちゃんは他人からいろいろ干渉する、まあもちろんね、あの動画でみんなのあっちゃんの知らない人たちの目に触れる仕事をしている。で、動画なんてものはあっちゃんの人生のほんの瞬間瞬間の切り取り、その切り取りだけで叩かれるのは、そういう人のことを見て叩く人っていうのは浅はかな人たちなんだなとしか思うね。まあそういう人たちのような生き方をしなければいいし、あっちゃんの子供もあっちゃんに関わった人も、あっちゃんを知ってくれた人も、そんな薄っぺらい人生を送ってもらう自分のために生きてほしいなと。だからあっちゃんを毎日配信続けられるんちゃうかなってふと今日朝思いましたっていうことでした。ということで、まあ、ヒカルのバースデーとりあえずおめでとうということで、今日はね盛大に祝いたいと思います。ではまたね、バイバイ。今日はあっちゃんにとって素晴らしい一日であると思うと、ともにみんなにとっても素晴らしい一日でありますように。今日も一日楽しくいきましょう。